ました。5人燃えさせたら1万円、はい、ザ・色燃えや。今夜はですね、クリスマスイブの夜ということで、はいはい、クリスマススペシャルでお送りしまーす。聖なる夜に行きますか。そうですよ、はいはい。全然クリスマス感がないんですけれども。やろ、うん、何もないね、釣り。ということで、はい、この人が出てきたら、あ、クリスマスなんだなと感じてくれると思います。クリスマスといえばこの方です。どうぞ。雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろうサイレンナイトゲーフォーリーナイト。あれ、あなたは誰ですか。山下達郎です。歌声以外は全然似てねえ。クリスマス気分も盛り上がってきたところで、ザ・色燃えや今回のルールを説明。挑戦者はクリスマスにちなんだコスプレに着替え、判定員全員を燃えさせたら1万円分の食事券を獲得。しかし一人でも燃えさせられなければ、山下達郎改めイジリー岡田の恐怖の罰ゲームが待っている。判定員は心拍数によってパトライトが回る番組特製燃え判定マシンを装着したこの5人。その中には再び清人のお父さんも。またあの来てますけど、今週も和人さん、はあ、ツリーです、これ、はい、クリスマスのツリーです、はい、クリスマスのツリーです。これはあの親子であるあの息子の方からちょっと処理とお願いします。血が繋がっててもコメントが間に合わないです。ファーストチャレンジャー篠田麻里子、スーパーモデル顔負けのパーフェクトスタイル、麻里子様はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ、燃えさせろ。今回篠田麻里子が選んだのはミニスカサンタのコスプレです。赤い服と赤いスカートは子供から大人までみんなをワクワクさせてくれることでしょう。キュートなサンタがあなたの街にやってきた。燃えイズカミングトゥナイト。それでは燃えタイムスタート。じゃーん、驚いた。チキンとケーキ買ってきたんだ、一緒に食べよう。座って座って。今日お仕事見つかった？そっか、今不景気だもんね。インドカップルという設定ね。もうそんな暗い顔しないの、今日はクリスマスだよ、うん、大丈夫、私があなたのお仕事をサンタさんにお願いしてプレゼントしてもらうから。わなんで謝るの。私へのクリスマスプレゼントがないって何言ってんの。もうもらってるよ、あなたと二人っきりの時間。それじゃあ私からもクリスマスプレゼントね。これはなんと、やばいやばい、親父ついてるよ。え？うわ、スカートもいったよ。今日は私がプレゼント。大事にしないと全員サントの国に帰っちゃうぞ。いやいや、そりゃ燃えるよこれは。お前恥ずかしい。これどうですか、お父さん方。やりましたね、篠田さんね。やりましたと。やりましたね。やりましたね。お父さんの場合。もうサンタクロースイズカミングトゥバイホーンですね。先に言うやろ。いやー。どうでした、お父さん、和人さん。好き。え？好き。さあ、ということで、はいはい、見事オールクリアということで、はい、篠田さんには、叙々苑食事券1万円分。ありがとうございます。プレゼントでーす。
ネクストチャレンジャー伊丹智美。最近グッド大人っぽくなったともちんはどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。今回伊丹智美が選んだのはスノーボーダーのコスプレです。白い銀世界の中さらに映えるボードウェアが可愛さを強調。ゲレンデのヒロインは彼女以外にいるんでしょうか。たとえ雪の中で転んでいても萌えのフリースタイルでは滑り知らずです。それでは萌えタイムスタート。ちょっと先地行きすぎだよ。私初めてなんだから一人で降りれなくなっちゃうよ。せっかくのクリスマスなんだから一人ぼっちにしないでよ。雪玉を作って、えい、お彼氏にぶつけた。やーい、引っかかった。一人ぼっちにしたバースだよ。いやちょっと何すんだよ。えい、えい、キャー、雪のかけ合いっこしてるね。あ、聞こえちゃった。かわいい。もう一気に二人行ったよ。え、もう一回なんて言わないよ。あと一人よ、いたら。しょうがないな。じゃあちゃんと言うからね。私は世界で一番あなたのことが大好き。自分で行こうかな。やまびこさんたちも私たちに嫉妬してるんだね。今井さん、可愛いとは思うんですけど、萌えとはちょっと違う。萌えとはちょっと違うね。男の人はスケベだから、ちょっと一肌脱がないと光らないんですかね。そんなことないよ。みんながエロじゃないですよ。京都のお父さん。そうですね、もう一肌二肌。お前もスケベやないか。さあ、ということでクリアならずということでございまして、あちらに行って男心を勉強してきてください、はい、メリークリスマス。イジリークローズだよ。今回の罰ゲームはイジリーサンタとのクリスマスパーティー。そこに参加する乙女たちには楽しい楽しいパーティーゲームに挑戦してもらう。おはよう。よ先輩に用つった。まあまあそんなことはどうでもいいんだよ、はいはい、なんかツイスターゲームだからね。もうあの俺の位置が決まってるから。あ、もう決まってる。でバットの2人、はい、もうトモチンの場所決まってるからちょっと見てごらん。あ、右足、あ、これ決まってるんですね。決まってる。崩れたら負けだからな。はい、じゃあ右足、右足を、黄色、はい、で、左足赤、はい、そうそう。さあ、そしてさあ、そして右手青です。右手青、うん、右手青。そして左手が緑じゃないか。昨日針打ったばっかりだ。ネクストチャレンジャー柏木由紀。汚れを知らない清楚系のユキリンはどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。今回柏木が選んだのは聖なるシスターのコスプレです。黒と白だけの衣装はまさに純白の象徴。神様が作り上げた最高の芸術品です。汚れ切った心を洗ってくれるその姿、おお神よ、燃えすぎる私をお許しください。それでは燃えタイムスタート。今日はゴスペル大会に来ていただいてありがとうございました。それでは素敵なクリスマスをお過ごしください。あの、すみません、このあと少しお時間ありますか。あー、ごめんなさい、クリスマスですもんね。このあとは彼女さんとお過ごしですよね。え、いいんですか。実は私ちょっと懺悔を聞いてほしいんです、うん、実は私シスターという立場にありながら一人の男性に思いを寄せてしまったんです。ほら、もうヤンキーつきましたね。そうです、私がお慕いしているのはあなたなのです。
この気持ちが止められない私をどうかお許しください。私これからはあなただけにお仕えします。これは洗濯ミスかなと思いますか。あれ清人の親父がついてない あれ一応あのお寺の檀家なんですよ。これ分かりますか。これ割り箸。そうです、割り箸ですね。これを、はい、私がこう加えます、はい、そしてこう輪ゴムをこうやります、はい、そしたらゆきちゃんも割り箸を加えて、はい、この輪ゴムを口で加えてこうやってこうやってこうやって。これはあれですよね、自分がやらなきゃいけないっていうのが一番精神的に辛いですよね。そうだね、なんか先生みたいなこと言うね。あれ何でしたか。あ、そっちじゃなかった、間違っちゃった。この爪楊枝のやつ。いいね、リアクションが40代だよ。これやんないでしょ、これやんないでしょ、これやんないでしょ、これもやんないよね。全部古いよあなた。よーい、はん、スタート。ほら、大きい、目を見て、目を見て、目を見て、イジリさんの目を見て。ちょっと待って、先輩にこれは。あの、大事先輩やから。失礼、極まりないぞ、お前。すいません、君に。はい、早くやるよ、やっと。素晴らしい。ネクストチャレンジャー、宮崎美穂。とぼけたキャラクターで男心をつかむミャオは、どんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して、燃えさせろ。今回宮崎が選んだのはパジャマのコスプレです。無防備なその姿が見られるのはまさにお兄ちゃんだけの特権。たとえ世界中が妹の敵になっても自分だけは味方になってみせましょう。クリスマスの翌朝、靴下の中に入っているのは燃え以外ありません。それでは燃えタイムスタート。ねえお兄ちゃん、もう寝ちゃった？あれ、あのね、美穂ね、さっき寝たんだけど、おかっぱでメガネかけてるおじさんが舌を出しながら襲ってくる夢見ちゃった。イジリさん、怖いから一緒に寝てもいい？いいの？お、いい、2人いた。よかった。3人つきましたね。お兄ちゃん大好き。よいしょ。こうやってお兄ちゃんと一緒に寝るのすっごい久しぶりだね。あったかいね。あ、そうだね、お兄ちゃん、サンタさんっていつ来るんだろう。美穂、いい子にしてたからきっと今年もサンタさん来てくれるよね。サンタさん信じとんや。うん、そうだよね。お兄ちゃんが言ってくれると大丈夫だよね。中村さんだけないけどな。え、何お願いしたかって。それは、それは秘密。じゃあおやすみなさい。これは燃えてもおかしくないですけどね。サンタさん、どうかお兄ちゃんとずっといさせてください。わら、いいでしょうか。クリスマスイブでかなり燃えテンションは高くなってたんだけど、ああちょっともうちょっとって感じでしたね。よかったけどね。練習したんですけど、うん、まあその中村さんの心には届かなかったってことで、うん、次には一番早くランプをつけさせたいと思います。ほら、次は何の衣装でいきますか。遊園地の風船配ってるクマ。こんなゲーム用意しました。でーん、哺乳瓶ゲーム。乾杯。シュー、はい、お願いします。でもまあ罰ゲームなんで。罰ゲームだからな。この子の前向きな姿勢が素晴らしい。そうなんですよ。じゃあ行こうか、みおちゃん。はい、大丈夫だよ。よーい、
スタート。玄骨山のたぬきさん、おっぱい飲んでマジやばいマジ美味しい牛乳。ネクストチャレンジャー宮沢さやね。ボーイッシュな魅力にあふれる際はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。通れるの？うわ、今回宮沢が選んだのは宝塚のコスプレです。ピンと伸びた背筋にぴったりのきらびやかなスーツ。これほど美しい男性が現実に存在するのでしょうか。昭和から愛され続けた美の境地、ベルサイユの萌え、今開演です。萌えタイムスタート。入っていいかい？おっと、羽がぶつかった。クリスマス公演お疲れ様。あ、舞台終わりね。スミレの花咲く頃。中村さんもなんでつくん、いやこんな風に私がこのステージに立てるのも君のような優秀なスタッフがいてくれたおかげだ。本当に感謝している。で、話してなんだい？これ趣旨違うやろ。これクリスマスプレゼント。ありがとう。ファン以外からもらったのは君が初めてだよ。開けていいかい？指輪？女に戻った。ちょっと待った、これじゃまるで女性じゃないか。君は突然どうしたんだ？え、ついたよ今井さん。私のことが好き？君はバカみたいなことを言うな。この男役の私が恋愛なんてするわけないじゃないか。それじゃ失礼する。高校生の顔見て口開いてポカンってしとる。あと3年だけ待ってくれないか。そしたら私は男役からあなただけの女役に変わるから。あれ、この衣装でよお前。ちょっとなんでついたんすか？主演女優賞かなと。はい、主演女優賞かな。彼女が、うん、もう眠たいですか？眠たいですね。これ逆に女性からしたらどうなんですか？これは笠井、もうやばい、やばいです。やばい、かっこいい。女性が見たらいいわけ？やばい、すごいかっこいい。もう脳内は最高でしたね、私。脳内は最高でしたね。最高でしたね。座れっかな、これ。いいね。だからみんなが褒めてたから、特別にもうプレゼント差し上げます。なんと、はい、じゃんクリスマス。じゃあ、一斉の。はい、はい、じゃあ、カメラさんどうぞ。わー、イジリケーキでございます。え、写真で。まず好きなとこ、まず好きなとこ食べる。遠慮しないでいいよ、ここちゃんと顔とか言ってばいいんだよ。こうやってこうガシって、ガシあ、思った以上に素材が痛い。すごいすごい、これこのね、うん、ここだよ。いやー、全然やだやだ。この部分、はい、この部分ね、この部分がこうって。じゃあこのままこれで、じゃあこのままこれ。そして宮沢、イジリーさんのお口は、はい、おー、いった。はい、うわー、なんでそんな嫌な顔してるの？何それ？俺の唇どうだった？シャキシャキしてます。緊急告知、 AKB のメンバーがあなたの元へ。その驚愕の新企画とは。前田敦子ファースト写真集、はい、発売決定。そこで AK ビンゴから夢のようなサプライズ企画。なんと前田本人がお気に入りの写真をあなたの元へデリバリー。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
するのはチーム A フィフスステージで話題沸騰、他の番組では見られない AKB 参上。おめでとうございます。そこにはとんでもない仕掛けが。